そろそろ、そろそろだと思うんだよな。こっち、ああ、やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って。今日はですね、アンセスターズっていうゲームをやっていきたいなと思っております。私は猿です。で、猿から進化をしていこうというゲームですね。いいね。いいね。この音楽がさ、やっぱいいよね。この、多分よくわかんない笛を吹いてるんだろうけど、このよくわからん笛いいよな。俺好きなんだよな。ということで、じゃあ、早速猿になっていきましょう。新しい血統。血統の名前血統の名前出たよ、血統。なんとか類ってことでしょ。はい、この血統、武田のピテクスっていう、新しい猿ですね。皆さんも歴史の教科書で多分やったかなと。開始時のキャラクターの性別を選んでください。いや、男だろ。はい、ということで、じゃあゲームスタート。史実に着想を得たゲーム。このゲームの舞台およびキャラクターは各時代および場所の典型を表現するために創作されたものであり、実際の、ああ読み切れない。誰だ。はい、この方々が作ってくれました。皆さんありがとうございます。これからあなたは人類の夜明けにおける試練の数々を追体験することになります。この惑星における人類の進歩の道のりを追う終わりない旅へ出発しましょう。あなたの体、五感、精神、声を使って旅を導いてください。個体数を増やし種を発展させましょう。自然界を生き延び家族を教育し安住の地を築きましょう。幸運を私たちはあまり手を貸しません。グッドラックってことだな。そして大事なことは、進化は定められた運命ではなく切り開くべき道だということです。かっこいい、めっちゃかっこいい。魚、銀河かと思ったら魚。アフリカ1000万年前。え、これ俺？嫌なんだけど、カラーリングが嫌なんだけど。最初びっくりした。今この自然界の恐ろしさを教えてくれてんだろうね。すごい弱肉強食を描いてるね。そうそう。あ、猿、ゴリラ、一般人の絵が出てる。一巻、私たち以前。やばい、マジか。うわ、隠れ場所または士族の定住地で安全に回復しましょう。 E 近く、 Q 呼ぶ。 E をすると知性を使用します。はい、何これ。
背を使い続けたいときは A を動かさぬように周囲を見て、興味のある場所をハイライトしよう。ここ集中する隠れ場所、うん、あそこなんだ隠れ場所。旧家具何、あー士族の定住地、はい分かりました、いい記憶覚えました。私聞く、何これ待ってすごい音鳴ってるよ。あのさ、俺さそろそろ動きたいんだよね。あー間違えちゃった、動きゃいいんじゃね。どうするか、士族の定住地に戻るか。とりあえず士族の定住地に戻って安全に回復すりゃいいんだろう。はぐれざるってことだ。あこっちまずそうだな。士族の定住地遠くね。この辺で一回知性使う。隠れ場所いっぱいあるな。この音が怖えな、なんか何これ、なんかピラニアみたいなのが出てくる。いやー子供猿から始まるなんて聞いてなかったな。でもあんなとこ登れないでしょこの子、大丈夫なのかな。あ緑色になった、安全なところ来たんだね。うんうんうん、もう安全だぜ。あ、木も登れちゃう、すげえ。ジャンプしてからスペースを長押しで葉を掴んだり、ツタの中を移動中であればツタを掴みます。はーい、ほ大丈夫お前調子乗ったろ今。お？もうさ、ツタとかないよね、ここね。あ、もうちょっとこっちだな。すごいすごいすごい。あ、いいね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 。順調、順調。なんだ、なんだ。余裕じゃないか。どこだ？そろそろ、そろそろだと思うんだよな。こっち、ああやばい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 、ちょっと待ってちょっと待ってー、はい無敵ー、はい無敵でした私、あぶねびっくりした絶対死んだと思った今。俺こ今このゲームに無限の可能性を感じたよ。はい無事登れました。あ私のお家はどこに行ったんでしょうか。あれずいぶんずいぶん下なんですが、うわ登んなくてもよかった説一回落下してまで登った意味なかったんだな。何あれ、まがまがしい。違う違う違う、その左、その左俺見たいの。そうそうそう、それなんだろう、あのハテナなんだろうしに行こう。危ないかなこれ、だってめちゃくちゃなんだろうの場所あるよ。よいしょ、ふうふうふう、危ない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 、ふうふう、え、これ何？何もないよ。あ、枝ゲットした。旧調べる、あー違うか、落とす、えい、バイバーイ。おお、まあいいや、道具持って行こうぜみんなのところ。これ真下じゃね、よいしょ行け、ふふー帰ってこれた。いやいいねいいねいいね、友達もいるしここには。
何あ、蝶々で遊んでる。あ、違うか、こいつが復讐しに行こうとしたけどお母さんが止めたのか。私たちの、あ、違う、あなたの血統は私たちのご先祖様よりも早く進化できるだろうか。できるに決まってるだろうが。緑、エネルギーはスタミナの制限を受け、平均余命の制限を受けます。よく食べ、よく飲み、よく眠ることでスタミナを良好に保ちましょうということですね。移動をやめて実行可能な状況に応じたアクションの数々を確認しましょう。はい、どうやって行動するんでしょうか。ジャンプぐらいしか私できないんですが。いいね。やっほー、やばい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 。あ、流される、流される。ちょっとちょっと危ない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 。ねえ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 、なんかしよう。調べる。うわーっつってる。うわーって。言語能力が落ちそうだな、このゲームやってると。うわーとか、うわーしか言わんぞ、これ多分。これなんだろう、めちゃくちゃあるな。お、成長中のニューロン、知性をゲットしました。わかんないけど、なんかあっちの方行ったらとにかくいっぱいなんかいろいろありそうだな。とりあえず移動してみよっか。あ、記憶しといた方が良かったんだな、今の。わかった、記憶の使い方がわかった。よし、これでここに行けるな。なんかここに何かがあるんだよな。まあいいや、とりあえず武器持って行こう。よっしゃ、調べる。これなんだよな。一回これ捨てるか、今持ってる棒。ほい、さよなら。あ、何これ、ここに置いとくと束になるんだって。同じ場所に、じゃあここキー置き場にしよう。出た、シミュレーションゲーマーの悪い癖出てる。なんか勝手に倉庫とか作っちゃうやつな。よいしょ、ほい。あ、ここで寝るんだ。 Z をタップ。よし、一回寝てみよう。いいね、もうすっきりしたろ。行こう。よし、何？何？感覚俺見られてんのか、俺見られてんのかっつってる変なやつ。あの辺も行ってみようか。ふう、あ、ジャンプした方が移動早いな。あ、これか、結局木じゃねえかよ。もう木いらねえんだよ、新しいの欲しい。あ、でも束にしなきゃいけないのか、今教えてもらってたもんな。はい、束るないのか、束るないな。これまだこっからもぎれるんじゃないか。 こいつマジで無限に木の枝もぎれるかもしれない。集めよう。やっぱマイクラもそうだ、最初は木なんだよ。木を集める、作業台作ろう。あ、もうこっから木もぎれねえ。おなんでなんで、お、すごい、めちゃくちゃ上に登れるし、蜂がいるよ蜂。これ蜂蜜ゲットのイベントだ。あ、やばい、痛い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 、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、違うんですねえ分かって、いけるいける、テンションでいける。あ、ダメだ、これこれまずい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 、逃げろ。イエーイ、危ねえ。うん、あー、危なかった。次刺されたらアナフィラキシーショックとかいうのになるから気をつけな。やばい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 よ、ダメージが深刻だよ、ちゃんと歩けない。寝よう寝ような。あー、もう寝終わってる、寝終わってる、もう全回復してる。蜂に刺されても寝たらへっちゃらだーっつってる。ね、何か胃に入れてえよな。
食べ物欲しいんだけどさ、これ痛そう。あ、でも痛いとか思わないタイプだ。お、救う。え、救ったよねえ。うん、特に何もなしだな。もう一回救ってみる？調べる。え？あ、なんか違うのがある。石かな、これ。石取ったよ。あ、待って待って、なんか取るあった、取るあった。やった、葉っぱももぎれた。なんかとりあえずここに集める習性があるな、この動物。かぐしてみるか。おーおーおお、ちょっと嗅いだところ行ってみるか。何があんのかな。嗅いで見つかるぐらいだから、お花かご飯かどっちかだよな。お、調べる。食べれそうじゃないこれ。え、じゃ、お前じゃないんだよな。別にお前はいいんだよ。これ召し上がるってないのか、ボタン的に。まあとりあえずご飯ここに置いとけばもう怖いものないから、ほい、これ俺のご飯だから、みんな取っちゃダメだよ。いや違う、食べたいんだよ、食べたいんだけどさ、食べるっていうボタンがないんだよ。これ食べれないもんなのかな。絶対食べれるでしょこれ。取るじゃん。調べると落とすしかないんだよね。あ、うん、あ、わかった。これ調べるって俺やってたつもりが全然調べれてなかったんだ。美味しいか坊主。結構調べるのに時間がかかるんだ。だからこういうのも調べるでめっちゃ長押しなんだ。わかったわかった。ごめん、ちょろっと押したぐらいじゃこいつうんともすんともわからないんだ。ん？これも食べるの？山に追加するって何？いいか食べてみよう。美味しいのそれ。美味しそうに見えないよ。めっちゃ食うじゃんお前。あ、なんかほら骨折体勢みたいのついたよ。え、じゃあこれ木の棒もまだ調べれてないな。違う、お前食わなくていいんだそれは。もう捨てろそんなもん、葉っぱなんて。これも調べれてなかったんだ。これも食べ物とか言ったらぶっ飛ばすぞ。あ、道具の発見です。枯れた枝、山に追加する。ちょ、気になるな。ぽい。いやん？俺間違えたかな。山に追加するってやったつもりがぶん投げたな。じゃあこの石もさ、まだ調べられてないんだよね。あ、スクーもそうだ。これ水ね、水だよこれ。淡水水源、うん、飲み。おー、飲んだ。いいね、俺進化してる。なんだろうこれ、道具。花崗岩。ちょっと寒い。お家帰ろうね。体も濡れてるし寒いよな。温めてってできないのかな。おんぶする、おんぶしようじゃないか。あ、俺こいつになった。今度大きくなりました。子供を下ろす。え、待ってねえ、返してねえ、俺のこの子を返して。ちょっと待って、どうしよう。え、あ、待って、進化ってのがあるよ。進化しよう。おおどういうこと。まあニューロンをあーだこうだするんでしょう。おお、感覚の進化をさせることができるのとぐらいか。
コミュニケーションとかもちゃんと取っていかなきゃいけないんだな。知性もないわ。運動機能もないわ。今とりあえず感覚しかアンロックできない。おお匂いと音を感知できる範囲が少し増加しています。わかりました。うわすげえ、うわすげえ、面白いこれ、これ面白いぞ。もうすでに面白い。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いいたします。